時は間一髪だった。ショーが中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。はあ、お気持ちはわかりますが、まあその心にある思いはきっと一朝一夕で形成されたものではない。結局私たちの方針は最後まで一致しませんでした。うん、私もお腹が空いた。では早速出発しよう。先輩、おいらも行く。おい、うん、分かったよ。じゃあ稲妻の二人。ああそうだ、イエランはいなく、終わったか。大したことをしてきたわけじゃないぞ。ただ友達を見送っただけだからな。あら、お前はもう死んでいる。何？イラン、じゃあな。我が待っていることに気づいてたのか。そうか、行きたいところがある。時間があるのなら一緒に来るか。どこに行くんだ？夜叉に関するところだ。